眠たい。今からメイク配信をします。目薬を入れます。朝ごはん食べてない。もう普通に一人でメイクをする、配信をする。ただ単に朝の時間をあれする。とりあえず今そう肌までやったから目からやる。しかもなんか今日目腫れてんだよな。今日いつもより眠たそうなんだよね。だからまあいいやって感じ。まあ別に今から起きるし、まああんまり気にせずやっていこうぜって感じ。めっちゃいつもよりなんか目が重たい。理由はただ一つあるんだけど、秘密。はい、感じで普通にメイクする。雑談しながらメイクする。最近はみんな、うん、アイシャドウ上も下もピンク塗ったらねすごい最近ダメって言われてるからね。そう、あんまりピンクにしすぎないように。でもピンクにしちゃうんだよね。そうなんですよ。メイクしてる時の顔って本当にブサイク。本当にブサイク。なんかアイラインさ引くかさ迷う。この鏡結構持ち歩いてるよ。そう、もう壊れてる鏡。イエイ。アイライン引くか迷うけど引いとこっかな。今日はアベマもあるし、アベマもあるし。マジで今日目が腫れてる。理由はただ一つ、言わない。アベマ見て。ビューラーします。大事。ビューラー、ビューラーで目が起きると思います。おはようございます。おはようございます。昨日結構早く寝た。1時より前に寝た気がする。1時ぐらいか、1時ぐらい寝た気がする。1時ぐらいに寝た気がします。で、今日は8時前に起きたから結構寝ました。でて、7時間ベストでしょ。ダメだ、今日まつげ上がんない。理由はただ一つ、今目薬を入れて目がまつげを濡らしてしまったから。同じくらい。
朝食ですか、食べる時間あるかな。ゆで卵食べようかなって感じ。ゆで卵があるんだよね。ちょっとこっち上がんない本当に。ちょっとおこまつげが上がらない。こっちは上がった、こっちが上がらない。いやレッスンで食べるよ、食べるんだけど、普通にちょっと今日はまつげ命なのにこっちが上がんないよ。二度寝したらあかんで。もういいや。エトゥセのマスカラスタジオをつけます。ドゥルドゥルン。あーなんで毎日メイクしなきゃいけないの、めんどくさいなとか言ってする人。だって女の子だもん。ただ無言でまつげを塗る配信。ふう。今日はマスカラ何を使おうかな。いつも気分なんだ。このさ、私のさ、ガシャ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 っていう音でさ、みんな、なんか眠くなってさ、なんかあれしないようにね、ね、二度寝しないようにね。みんな今日何してんの？お盆休み？ちょうどお、めっちゃちょうどお盆じゃん。私お盆に何してんの本当。こんな顔でメイク配信してさ、朝からメイク配信じゃないけど、ただ私がメイクをする配信を、鏡で遮りながら喋ってるだけっていう、すごいどうでもいい配信をしてんの。なんで今日お盆の日じゃん。めっちゃ15とか超お盆のど真ん中や。ど真ん中じゃないですか本当。はい、マスカラまで終わりました。アイドルやってます、やってます。次は涙袋を塗ります。皆さんの今日のご予定は？皆さんの今日のご予定は何でしょうか？そっか、台風か。気をつけてくださいね。息子の世話。海に行くの？お勉強？体調回復はしてください。
目の下にラメを入れました。キラキラとさせました。キラキラ。台風さんは今どこにいらっしゃるんですか？喋ってると目も起きてきたわ。顔がやっぱ喋ると目が覚めるんだよね。口を動かすと多分ここら辺が青青青青ってなるからさ。四国に陸上するのね。上陸か。次何しようかな。何をしようかな。セーリングをしよう。うん、そうしよう。私とかこんなこと何時までしてていいんだろう。本当に分からない。私はこんなこと何時まで知るんだろう。ワイってね、世界で一番シェーリングが下手な女なんじゃ。ちょっと今マジで今日塗りすぎた。ぼかします、ぼかします。うん、ちょっと下手、今日マジで下手。そう、メイクさんにね、もうほんとね、セーリングほんとぼかしてってよく言われるんです。本当にセーリングが下手なんです、私。はい、って感じで今日もツインテールにします。よいしょ。あれ、串がない。待って、ちょっと時間決めなきゃ。私あんな時間決めなきゃ。あ、じゃあ9時半まではできるか。9時半までしよう。9時半まで、ん、9時半はできんのか。うん、まあそんぐらい言って時間まで大丈夫そうだった。とりあえず結びます。真ん中を分けて。急にお腹が空いてきたな。一日終わってないよ、まだこれからだよ。トゥルーン、トゥトゥルーン、トゥトゥルーン、トゥトゥルーン。やべえ、お腹が空いた。本当にゆで卵を食べよう後で。トゥトゥルーン、
次はこちらです。てってれー、左右非対称の触覚。てってれー、ゆで卵オールしてるの、まなかちゃん。やばい、でもね、踊ってたらどんどんツイテールがね下がってきちゃう、緩くなっちゃうんだよね。ゆで卵苦手？美味しいよ、美味しいよ。はい、ツイテールの完成です。では巻いていきます。で、ここをオンにして放置。その間にゆで卵を取ってきます。バイバイ。ただいま、ゆで卵を取ってきたよ。セブンだよ。はい、ということでゆで卵を剥きましょう。カチャ。ただいま、ゆで卵を朝から剥く女。何かつけない派だって。もうこれは味ついてるやつだから、コンビニのやつはねもう味ついてるからそのまま食べれるんだよ。割るのにおでこ貸さなくて大丈夫。でも上手にいつも剥けない。これパラ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 なっちゃうの。やばい。ゆで卵どこのが好きですか？ゆで卵食べながら配信するよ。真っ白、こんなお肌になりたいわ。てね。おお。なんかゆで卵の皮をめっちゃ綺麗に剥けたら嬉しいですね。剥けました、剥けたよ。よいしょ。うん、おいしい。もう塩味ついてる。確かに喉乾きそう。メンバーも来てるよ、きっと。朝ごはんみんな何食べてんの？
アラモじゃないよ。パンサラダ。おお、いいね。ポテトチップスとコーラ最強じゃん。ウィーダー麦チョコ。マックいいね。マック食べたい。コテ熱くなったよ、だいぶ。あ、もうさ、白身が好き。白身と黄身だったら。巻きまーす。身が好き。私は白身が好き。巻いてから結ぶ時もあるし、結んでから巻くときもある。もうヘアさんはいつも巻いてから結ぶんだけど、なんかアンはそうしたらゆる巻きになっちゃうから、今日はゆるくしたくないから結んでから巻いてる。あ、あれつけるの忘れた。まあいいや、少々どまー。ハートいっぱいありがとうございます。どっち巻いたか忘れた。口に色がない。おはよう、おはよう。え、ほんとそれやけど注意だよ。180度、高いって感じ。なんで巻くの？巻くことに理由はないよ。巻きたいから。目玉焼き焼けるよ、多分。卵焼ける。右巻き左巻きは交互でやってる。結構できた。でこれで放置しとけば、まあ勝手にゆるーくなってくれるから、そういう感じ。髪の毛はね、焦げるよ、痛むよ、巻いてたら。そう、なんかツインテールの時あんまり外し巻きはなんかちょっとたまにするけど、なんか結構きつめに巻いてる、ツインの時は。ね、そうなんや、鏡見ながらじゃないけどやけどしそうで怖い。でも髪質的になんかあんまりめっちゃ痛むって感じの質じゃないから、そう、なんか大丈夫っぽい。あとあんま染めたり してないけん大丈夫っぽい。
日比谷まであと2日です。どんどん近づいてきていますね。そう、ショールームの画面を鏡にしてやってる。女の子って大変やねんねって。そうよ、出かけるまでにね、準備まあトータル1時間かかるな。髪やってとか着替えてメイクしてとか、いろんな準備考えると。最高38度ってやば、もう猛暑ですね。ご飯食べないよ。そう、メイクでも私結構早いんですよね。でけん、いつもまあなんかメイクとか髪の毛とかも完成させていかんといけんときは、もう1時間半とか2時間前に起きるし、そう。でもまあすっぴんとかで行っていい日は30分前とかに起きますね。朝風呂あんましないな。ご飯を食べても20分で終わる。はいや、何してんの男性の方って。毎日朝起きてなんか何の準備がいるの？着替えるだけ完成。スピンでいける日ほど幸せなことはねえってぐらい幸せだ。嘘だけど、まあ楽だよね。楽でござる。完成しました。山本アンナ、最後にリップを塗りたいと思います。朝風呂する人多いのかな。日焼け止めはもう顔塗ってる、メイクする前に。毎朝イコラブのサビを踊ってから学校行くんだって。本当かな。山本アンナになりましたか。目がもう疲れて。もう歯磨きしてるからさ、まあゆで卵食べちゃったからもう一回してから行こうかな。リップがあるとないって、そうよ、大事ですよ。リップの効果ってすごいんだな。唇の色って大事なんやな。起きるでしょ、なんか顔が起きる全体的に。アイドルなってる？イエーイ。一日何回歯磨きするんだろう。3回ぐらい。チークしたよ。アイドルやって。イエーイ。マモタンナのデッキアンカリー、イエイ。これで準備をして出かけていきたいと思います。夏休みの中学生じゃありません。お仕事行ってらっしゃい。今日幼めですか？暑いんだから。
朝のあんな新鮮ですよ。オフって感じ。今日も一日頑張る。ビダボ頑張ってください。今日はもうね、今お昼ご飯、次お昼ご飯食べるんだけど、もう9時だから、でも何時だ、10時ぐらいに一旦多分なんか今から食べるのね。10時過ぎ、10時半前ぐらいに多分なんか食べるんだけど、でプラスその後まあ適当に何時だろうな、1時とか2時ぐらいにまた何かを食べるの。それの時に食べるものを決めてて、1個目はその10時ぐらいの時には豆腐と、なんかその昨日言ってた、昨日ハマったって言ったなんかお肉とネギともやしが乗ってる豆腐を食べるんですよ。でその2時ぐらいにはなんかタンスティックみたいなやつが美味しくてハマってて、それを食べる予定です。ファミマのタンスティック、そう、ネギチャーシューのおつまみ冷ややっことタンスティックを今日は食べます。ちなみに昨日も全く同じもの、同じメニューを食べました。で、ゆで卵も食べたし、はい、同じものを食べてます。と、タン塩のタン塩がスティックになってるの、それをパクパク食べる。レモンの味とか、そう、タンスティック68キロカロリーぐらいしかない。あれ美味しいんだよ、あれめちゃ美味しいんだ。酒飲みじゃありませんよ、カロリー低め食事でございます。眉毛が一列に見えないでくださいファーミー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 マです。なんかあれだよ、お酒に合いそうなものって言われてるものってカロリー低いのかな。お酒はカロリー高いからかな。あ、今日もね、そう、体健やかちゃうダブル買うよ。昨日も買ったもん。そんなことないんだなんかおつまみってだけタンスティックもだし、そう、カロリー低いんかと思った。そう、ちょっとずつ食べちゃう。なんかコンビニのおすすめ教えてください。タンスティックはまあカルパスみたいなもんですね、分からんけど。コンビニ好きエブリデイって感じ。オイコスこの前ね、いっぱい買っとったわ。そういえば誰かがナータンかな、ナータンとキアラかな、なんかめっちゃオイコス食べよった。いっぱい食べる君が好きだよね。ねえ、わかる、コンビニってさ、やっぱさ高いんだよね。でも買っちゃうよね、わかる。いや、てか人間みんなコンビニ大好きでしょ。待って、目が痛い。
自炊するよ、するけど最近はしてない。日比谷終わるまではする気ない無理寝たい。ポイントとか全然貯めてない、日記書いてない。コラボは人間、人間ピーポーよ。アンナにコンビニプレゼントした、助かる品揃え豊富なコンビニプレゼントして。わかる、ファミマとか行ったら揚げ物買いたくなる、めっちゃその気持ちわかる。冬とかすごいそう、特になんかね、なんかあのホットミールのところとかレジのとこにあるやつめっちゃ買っちゃう。あれ商品の補充自分なの、やってね、美味しいよねレジの隣のやつ。なんか肉まんとかめっちゃ、まあ夏はあんまり食べんけど冬とかめっちゃ買っちゃう。冬本当に買っちゃうよね。そう、茶色いもんなんね、美味しいんですよね。でも最近はもう全然なんか食べたい時に食べたいものを食べてますそう、あ、芋餅ね、美味しいよね、わかる。みんな何が好きかな。あ、でもキャータンとかノンノとか昨日唐揚げ棒とかなんか揚げ鶏、昨日はセブンも行ったんですけどみんなで、そう買って食べてて美味しいって言ってたし、そう何食べてたかな、なんかさなつんも昨日卵食べた。さなつんもめっちゃ最近ゆで卵食べてて2人でよくムキムキしてますね。あ、でマイカ、マイカじゃないわ、いおりはなんかキュウリ、ファミマのキュウリにめっちゃ余っててキュウリをすっごい食べて毎日食べててとか、なんだろう誰が何食べてるかな。マイカは肉まんがすっごい好きで、でもなんか肉まんの外の皮が好きなんですよ、白いとこがすごい好き。そう、よりあとはコンビニうどんで、うどんとかめっちゃ食べてる。そう、マイカはなんかそういうナンとかなんかパン系が多分好きなんだよね。そう、皮だけ食べたいって言っていつも皮だけ食べてる。見て、まつげ抜けた、なんか目がモソモソする理由が分かった、まつげ、アナのまつげ。お一人様にプレゼントを。え、ブリトー美味しいよね、めっちゃ。あんも結構食べる、美味しいよね。何が好き。あん、チーズが伸びるやつが好き、ビヨヨヨヨーンっていうやつ、チーズ好きだから。まつげ1万円からでもうどっか行った。今日の朝配信の理由は夜アベマでいないから。指紋盗まないで、嫌だよ。1万1000円、いいぞいいぞ。
ウェマ見て、無料で見れるよ、多分。計画的な女です。おはよう、おはよう。12,000円、握手100枚。アベマ夜遅い、11時ぐらいからだもん。そうだから、お家帰ってくるのさ12時過ぎちゃうからできないから、今日朝やってるの、ショールーム。お仕事頑張って、レグルさん。オークション、メガパー。まあ朝配信って言っても、まあめっちゃ朝ではなかったけど、8時台だから。まあ髪の毛をやったりメイクをする配信でしたね。ただただ別に紹介せずお時間、うん、もうちょっと。遅刻しないでしょ。遅刻は私はしません。集合の30分前とかにいつもいるから大丈夫。自信ある、そういうのにはそう。そう、山アイドル山本アンナを完成させるのをみんなに見せつけていただけ。そう、翔子と一番競ってる。競ってないけど。いや、サナも最近早い、意外に。メイク終わってるよ。最近みんなあんま遅刻しないよ。山本アンナに怒られるから。あはは。みんな成長してるから。私遅刻嫌いなんですよね。そう、なんか別にね、遊ぶ時の遅刻はそんなにね思わないんだよ。その友達と遊ぶとか、そういう何、まあ別に怒んないけど注意するって感じ。遅刻好きな人は多分いないね。そう、なんかそう、別になんか遊ぶときはいいんだけど、そうプライベートは別にいいんだけど、仕事はちょっとやだ。時間厳守、10分前集合、5分前行動、逆だっけ。そうだから別に怖くとかの遅刻はなんか、あーもうとかって言ってるだけで別にあれだけど、そうそう、なんかお仕事の遅刻は普通に社会人として良くないからダメですよ。そう、学校とかプライベートの遅刻とは違うからね、お仕事の遅刻は。ショールームの遅刻はうーんプライベートプライベート、学校はまあいいんじゃない、学校は人それぞれって感じ。まあ私はどっちでもいいんじゃないって思う。一昨日15分遅刻した、私ショールーム。え、そんなしたっけ。もう少しで配信しますって言ってから配信しなかったっていうことはそうだけど、15分だっけ。そんなでも時間決めてなかったくない、その時。そうそう、勉強ボイコットガールだから私。アンナのもう少し、10分以上でも10分はそりゃ、もう少しって10分ぐらいじゃない。
もう少しなんて、そう、人それぞれだもん。もう少しなんて人それぞれだもんだ。少しっていうワードとかね、あとちょっととかっていうワードはね、便利なんだよ。人それぞれ違うから。ははははは。ショールームはそう、ゆるゆるとした感じ。配信はね、遅れがちだよ、常に。ほら、俺のもう少しは30分だから大丈夫。ほらね、ほら、人それぞれなんだよ。そうそう、佐々木舞香のいつかショールームやりますと一緒の、いつかと一緒だって。そういうもんですよ。ちょっとは何分だ、時と場合によりですね。 TPO って感じ。あるあるですね。時と場合により、そうそうだよ。みんな私のその配信しそうな時間を予想して、そこを察してください。鈴木って言わなかったか、どういうこと。多少はねって。一個タイムは塗ると一個タイム見ようで、鈴木舞香って聞こえた。佐々木舞香、ツイッターフォローありがとうございます。雨と風やばいの。え、東京降ってる。え、今雨降ってんのかな、東京って。そうよ、ショールームはゆるーく見るものなんですよね。なーたん、ひーちゃん、ちょっと待ってる。9時22分です。もうそろそろ終わります。9時半までには終わらなきゃな。今日傘いるの？マジで真面目に。びっくりした。ちゃ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 。うめえ、傘。ゲリラ豪雨来るの？困っちゃうね、それはね。日傘壊れとるけやばいわ。はあ、マジ朝からさ、ショールームの私の仕方雑すぎない？自分で言うけどごめんなさい。まあ、いつものことか。マジでゆで卵を食べる配信しかしてないけど。壊れかけの日傘知ってる？だって雑でいいらしいよ。不思議なテンション。そう、朝から頑張ってテンション上げてる方だからさ、許して。日傘テープで止めてない。え、朝全然別にテンション高くも普通ですよ。低くもないし普通って感じ。じゃあさよなら。さよなら。それがあんならしいって、ありがとう。褒め言葉としていただくわ。もうちょっとツインテールしてるくせにあんまりアイドルらしくない。やばい、待って、ナータンから LINE 来てた1分前。あ、さっきのなーたんだ。ひーちゃんとショールーム一緒に見てるよ。だってだって見てるって、なーたんとひーちゃんが。 OMG って送った。鈴木ひとみちゃんと斉藤なぎさちゃんが見てるって、たんことひーちゃんが見てるって。デレ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 デー。確かにひいなぎっちゃひいなぎですね。
ひいなぎはね、うちの高松さんとのコンビですからね。なあたんとひいちゃんのコンビは何だろうな。ゆで卵、ゆで卵ってライン来たんだけど。ゆで卵、違うひいなぎですね。お風呂でかい鈴木家って言われてるよ。じゃあもう今度ひいちゃんち行こう。ゆで卵のあたも食べたのかな。ゆで卵だけのラインが来た。な、謎なラインなんですけど、ゆで卵って。ゆで卵だけ来たけん、もうなあたんとひーちゃんのコンビ名ゆで卵って呼ぶよ。そう、ひらがなでゆで卵って来た。謎、なぎさワールドですね。なんか LINE 送られてきた。これを朝食べたよってことなのかな。半熟卵と蒸し鶏のサラダ食べたらしいですよ多分。これを食べたのかな。謎ですね。謎、謎謎って感じ。かわいい、かわいい、食べたらものめちゃかわいい。しかも画像だけ送ってきたこの人。食べたのかい。既読早。朝は黙って食パンだって。よし買ってくる。体感斎藤渚をする人は半熟卵と蒸し鶏のサラダを食べてください。体感斎藤渚です。多分バターもつけず。やだ、体感山本アンナ。朝は、あ、昼はこれ、これを、あ、昼体感斎藤渚する人はそれで、朝はなんか違う、普通に朝食っぽいもの食べてるわ。今日のメニューが送られてきた。でお昼はあのナータンはこのサラダを食べるらしいので体感してください。かわいい。かわいいって送った。朝は和っぽいものを食べてるようですね。そう、昼はこれを食べるそうですよ。あん、アンナのショールーム BGM に寝る親プミだって。寝るらしいわこの人。寝るらしいよ。あん、かわいい。あとで会おうね、おやぷみ。うちらの会話ないよ、やばい。あーん、かわいい、あとで会おうね、おやぷみって送った。違う、そんなね、おやぷみとかあーんとか言っとる場合じゃない。そうそう、終わらなきゃ、終わらなきゃ。スキピって送られてきた。ということで順位をね、そうそう読みたいと思います。 BGM と言われたけど、もう寝るよ炭鉱。寝るよじゃない、いや終わる。ひーちゃんとなーたんとか天使と天使の組み合わせじゃん。ダブル天使でもう天使の絨毯って感じ。はーい、マジひーちゃんの前髪ちょっと今日ガン見しよう、マジで綺麗。なんかね、ひーちゃんとね、なんかでもなんでもない、言わない。なんでもない。はい、じゃあ終わります。
朝から天使の大渋滞ランキングを読みます。よいしょ。13位高市さん、12位がガミさん、11位がはるかざくらさん、10位がコロコロさん、9位がヨさん、8位が夏みかんさん、7位があーちゃん、6位が宮城のたかさん、5位がなんちゃろうじさん、4位がポークゆで卵さんになってる、3位がマルキンさん、2位がみつるさん、1位があんころもちさんです。あっちゃーす。はい、ランダム3人、1人目いおかさん、いおかさん、2人目たらーん、カーミーさん、3人目たらーん、いすみさんです。ありがとうございました。朝配信から見に来てくれてありがとうございました。今日は夜配信がないのであれですね、けどこれから皆さん頑張ってください。お仕事私も頑張ります。アベマ見てね。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんぱ。はい、勝った人は今日幸せです。負けた人はちょっと幸せです。愛子だった人は普通に幸せです。バイバーイ適当バイバーイ、いってらっしゃい、 See you、 バイバーイ。